しい難しいチャレンジポーズを行っていきましょう。鳩のポーズです。胸をいっぱい開いて心が前向きになるポーズです。では片足を横に開きます。一回こうこのようにコロ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 っと転がしてみてください。そのまま膝を後ろにコロッと転がして、手で足を持ち上げます。この状態できつい方はこのままキープをしていただいても結構ですし、余裕のある方は肘にかけましょう。このまま吸って大きく手を伸ばします。差し支えなければ陰を結んで、そのまま手の先を見て呼吸を繰り返します。余裕のある方は手を結んで斜め上を見て呼吸を繰り返していきましょう。開いた胸で呼吸をすることによって気持ちが前向きになっていきます。少し難易度の高いポーズでしたけど、いかがでしたか？無理なく行ってくださいね。